はい、えー、こんにちは、炎蔵です、えー。今日はちょっと朝会が、えー、できませんでしたので、えー、昼会ということで、えー、YouTube やりたいと思います。よろしくお願いいたします。まず、昨日の、えー、金曜日の動きから今日の動きまでをざっくりとお話ししていきたいかと思います。金曜日日銀政策決定会合があって、えー、まあ、アンチェンジで、えー、っと、北まあ 期待さ債たというか再建買い入れの減額に関してはまあ、あの詳細に関しては7月の会合でということで、えー、決定が発表された直後はドル円は円売りに向かいました一時158円20銭ぐらいまで行って、まあ、そこら辺でもみ合ってたんですが上田総裁の 会見が比較的まあ高派っていうわけではないんですけどやっぱりそれなりに円安に関してはえっ、ー、とまあ円安にというよりは円安にまあやっぱり円安にここから過度に円安にいくのは日銀はちょっと嫌だなと思ってるんでまあそこら辺の発言は前回での発言で円安を加速させてしまったんで。 かなり上田総裁慎重に話していたのかなというふうに思います。あとまあ現地を取られるようなことは言わなかったし具体的な為替の質問に関してはお答えできないというスタンスになってまああれでよかったんじゃないかなと思います。でその後はドル、えー、や円高にこう触れてったわけなんですがえっ、ー、とまあこちらはえっ、ー、と 債券買い入れの長期国債の買い入れについては減額するわけなんですが減額する以上は相応の規模になるという発言あとは、えー、7月の決定会合で利上げの可能性については経済物価情勢次第では当然あり得るということでこ,れこ,この発言はおという感じですよねちょっと今までになくその、まあ、7月はやんないとは思うんですけど一応 状況次第では可能性はあるんだよっていうことをあえてここで言ったことによってやっぱりここは円安を抑えたかったのかなっていうような意図がありますよね少なくとも自分の発言で円安になるのはあ抑えたかったのかなというところですね。で7月の会合で長期国債の買い入れに関しては今後12年程度の具体的な減額計画を決めるということで。 7月またこれが注目材料になりますよね。で、うん、国債買い入れっていうのを能動的な政策手段としては用いないというようなまあそんな発言をしていましたまあそれで行ってこいただここのところはもちろん上田さんの発言もあったんですけどロンドン時間に入ってくるところでえっとユーロ,ユーロドルが、えー、このように1.0740ぐらいから 1> 1. ぐらいまで下落しましたで、まあ結果としてはユーロ円が東京時間で169円の80まで上がってた、まあ、見事に、えー、デイリーピポットのレジスタンスピタリ止まったんですがユーロ円の下落っていうのもドル円を押し下げた、うん、材料になったのかなというふうに思います政策決定会合に関してはそんなような流れになりましたねで えっとまあえっと先週の動きをトータルで見てみるとまあちょっとこんなのを作ったんですけど少し見づらいですかね少し大きくしますねはい、えー、このように 各通貨の騰落率を見てみました。ドル円は、まあ、若干0.4%ぐらい上昇、ユーロドルが0.91%下落、ドルスイスも下落ということで,で、ドルインデックスが上昇ということで、ドル高ではあったんですよね。でドル高の中で えー、下落したのがユーロドルとかポンドドルが下落したただドルスイスはドル安になったでドル円は上昇したクロス円はんちょっとまちまちドルは上昇したんですけど欧州通貨は売られ売られましたユーロも売られポンドも売られスイスが買われたこれはドル売りですよね。で えー、オセアニア通貨が買われた。ちょっとしっかり地域ごとによる特色が出たなというのが先週のマーケットでした。ね、これは明らかにえっ、ー、と欧州のまあ、混乱というかえー、っとお話したと思うんですが、欧州議会選挙の結果によってうーん右派の勢力が拡大したということに対して、まあ、特にフランスなんですが、フランスの場合はマクロンさんの政党が ルペンさんの右派の勢力にダブルスコアで負けたんでマクロスさんが議会を解散して選挙をやるっていう流れになってます。6月30日と7月7日かな投票が。なんでその政治的混乱を受けてのユーロ売り欧州売りになってた感じですよね。でまああの欧州議会に関しては右派が勢力拡大したって言うんですけど。 中道勢力、中道右派と左派はほとんど議席数変わってないかむしろ少し若干拡大してるんで左派の扶養が右派に行ったということなんで体制はあまり変わってないただフランスだけはそのように混乱を招いてるっていうところでやっぱり欧州売りになってスイスが買われてるのはリスクオフのスイスがいわゆる、まあ、マスコミの言葉で言うと,、えー、とリスクオフで安全資産のスイスが買われてます。 うん、安全資産みたいな感じなんですが、まあ、やっぱりユーロに属してないということで選択肢としてスイスが買われてるっていうところもあると思うんですよねじゃあ円はどうなのっていうんですけど悲しいかな、あのー、ここではちょっと円は買われない通貨になってしまったまあユーロ円は一応売ら,れ売られて円買いにはなってるんですけどね一方でオセアニアは強かったやっぱり欧州,欧州売りの スイス街のオセアニア街っていう見事に先週は地域性が出たんだなという感じですねこの流れ、うん、おそらく選挙までは続くんじゃないかなというもうだいぶユーロ売り進んでるんでここからさらに大きく落ちるかどうかは分かんないんですけど選挙のちょっと前ぐらいまではあのー、ガタガタするんでまあ ショーートカバーあるととしたら選挙後かなと、まあ、選挙も,もちろん選挙の結果次第なんですけどで選挙に関しては、えー、とその右派の台頭を嫌った左派勢力が、えー、結構、あのー、左派勢力の4党が、えー、と大同団結して、えー、候補者をこう,うまく一本化みたいな形にして。 えー、各選挙区に立てるということで左派が拡大するんじゃないかという左派と右派のルペンさんの政党の戦いになってしまって、えー、っと中道であるマクロンさんの政党の,人の候補者たちは決戦投票7日が決選投票なんですけど決選投票に出れないんじゃないかと、まあ、そんなことがさらにフランスの,あの混乱に拍車をかけてますよね。 これまた左派が反ユーロなんですよ最近ルペンさんは、えー、と結構別にユーロから出るわけではないっていうその何ていうのかソフト路線を言ってるんですけど左派勢力が反ユーロなんでまあ本当フランス大丈夫ですかって感じなんですがでそれが株価にも出てます日経平均は、えー、先週0.3%上昇。 でストックス600、これ、欧州の600種なんですけど、これに関してはマイナス2.4%下落、ダウは先週、0.5%下落しましたが、えっと、s p 5 0ー1.58%、ナスダック3.2%上昇、ラッセルは下落ということで、相変わらずナスダックの強さ、まあ、SP の強さが目立ってて、欧州株やっぱり売られたということで、金曜日の動きを見ても、こんな感じですよね。 相変わらずみんな大好き NVIDIA が1 7でテック系はまあまあアップルがちょっと売られてますか、えー、大どころは上がったんですけど全部上がったかというとそうでもなくてやっぱり相対的に見ると,、えー、とちょっと金曜日弱かったよねっていう感じで、えー、じわじわとリスクオフの動きになってきてるんじゃないかということでドル円。 今日び変速5等日だったんで上がるかなと思ったんですけど意外にこの週刊ピポットと、えー、デイリーピポットがまあユーロ円ですけどこれ168円の70付近が止まったんでやっぱりクロス円も上重いですよね。でドル円もさっき言ったように5等日中根変則五等か中根なんで上がるかなと思ったら結構9時ぐらいにドンと落ちちゃったっていう感じで。 まあ週刊ピポットの157円11なんで、157円付近がサポートできるかどうかという形ですよね。あとやっぱり、あの、ユーロクロスがずっと落ちてきてたんで、その流れがまだ続くのかどうかですよね。ユーロスイスなんてこんな感じなんで、先週1週間ずっと落ちてますんで、ただユーロポンドなんかは少しちょっと反発してきてる。ユーロゴードルは もう少し反発してるんでちょっとまあショートカバーも入りつつのというところかなとユーロトルコリラなんかもちょっと,えとユーロトルコにも負けてたんですけどちょっと反発でトルコが結構上昇してるんですよねあのドルがねこれこんな感じで 高値を超えちゃったんですよね。これ、やっぱり欧州とトルコの経済の結びつき非常に強いんで、欧州の混乱を嫌気してのトルコ売りっていうことなんですけど、まあなんかこういう危機があると弱いとこが売られて、えー、強いとこにお金が集中するっていうのはまあ、資金が逃げてるって感じですよね。ここをさっき言いましたけど、あのー、スイスにお金が入ってるドル買いなのにスイスにお金が入ってるのはやっぱりユーロでない。 ヨーロッパであるんですけどスイスは、えー、とユーロに入ってないんでユーロからのお金のお逃げがスイスに向かったかつてはあじゃあ円にも向かうよねってとこだったんですけど円は、えー、とちょっとダメダメ通貨になっちゃったんで変、えー、われなかったっていうところなわけですよねまあそのような流れが続いていて、えー、今日の東京に関してはさすがにやっぱり株価が えー、落ちてきました、えー、3万,万8300、えー、円ぐらいのところが硬かったんですが、まあ、3万9000円が重くて落ちてきたんですが3万8300円ぐらい硬かったんですが今日はそこを抜けて一時3万7930円かなこれ先物なんですが、えー、落ちてるということでやっぱりさすがに ちょっと、まあ、リスクオフ的な動きになってるのかなと。で、まあ、長期国債、えー、アメリカ国債が下がってるのにドルは高いよねっていうそのあの、ちぐはぐな状況が続いて,てたんですが、ちょっとドル、あのー、10年債利回り上昇してますね、アメリカね。で、これ、ドイツ国債、まあ、ドイツ国債もずっと買われて、 フランス国債は、えっと、ずっと売られてたんですが、ちょっと買い戻されてるっていう形になってますね。まあ、要は、これもう少し長いので見てみると、フランス国債がやっぱりフランスの危機で、危機というか、選挙の問題でフランス売りになったんですけど、少し買い戻されてる。まあ、その時にやっぱりドイツはむしろ、 え資金が、えー、と欧州の中でやっぱり一番安全なドイツに向かってドイツ国債は買われる、まあ、イタリア国債も売られたんですけどちょっと買い戻されてるというそんな形になってますねで、えー、東京時間株価はどうでしょうかねヒートマップでいうと日本のか企業うんちょっと真っ赤っかですねどれもこれもダメっていう感じであのかなり売られてる感じがしますよね うんトヨタなんかも売られてる、はい、そういう形になっていますそうですねえっとこの欧州売りの流れが今週は続くのかどうか明日 RBA があって、えー、木曜日 BOE と SNB があるんでちょっとまさにこれは注目ですよねえっとまあ ドル円ユーロ円クロス円ともにちょっと一旦ユーロ円特にあの先ほど申し上げた168円の70付近が週刊とデイリーのピポットなんでここレジスタンスになるのかどうかポンド円も、えー、ちょっと戻ってるんですけどうーん200円の丸5が週刊ピポットになるんで。 ここが上抜けできるのかどうか、まあ、そしてちょっとショートカバーが入るのかどうか、まあ、そこら辺を見極めたいかなというふうに思います。まあ、この,あのマルチタイムの週間ピポットとデイリーピポット同時に出る、あのー、あのインジケーターなんですけど、こちら、あのー、JFX さんの、あのー、トレビューで、えー、見れますので。 えー、もしご興味あれば概要欄に貼っときますので JFX さんの講座、えー、開けてみてください。はいということで今日はちょっと遅くなってしまいましたが、えー、YouTube お届けしました。えーまあ、ちょっと天気どうなんですかねまちまちなんですが皆さん、えー、お仕事頑張ってください。